ちゃこんにちは、はい、ゆたかさん、はい、我々が FA の去就注目していた阪神の梅野選手が、梅ちゃん残ったね。そうなんですよ、よかった。なんか梅ちゃんは鉄板で出るみたいなさ、はい、なんかそんなイメージがあったんだよね。そうでしたね。だからまあでも阪神でやり残したことっていうのは、はい、やっぱ大きかったんじゃないの。やっぱ優勝できなかったとかさ、はい、で最後自分もあまりいい結果で終われなかったっていうことが、はい、やっぱ歯止めをかけたんじゃないのかなと思うけどね。そういうことだったんですね、うん、まあ、このチームでやり残したことが、まあ、優勝っていうことに向けて、まあ、まあそうだね、っていうことなんでしょうね、うん、まあ阪神にとっても梅ちゃんって絶対出したくないしね。まあそうですね。やっぱ梅ちゃんは、まあ、阪神の、はい、もうキャッチャーというね、はい、うん、でも来年から坂本がキャプテンやるのかな。あ、そうなんですね。キャッチャーの、そうなんですか。やっぱ人工的にあるんだろうね。なんかいろいろ、あ、そうですか。すごいよね。そうですね、うん、最後の方はね、ずっとマスクかぶってたのが、そう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 、シーズンだったんで、うん、なるほど。また競争だよね。まあそうなりますよね。で、その阪神が中日からこう FA となった又吉投手を取るんじゃないかみたいな話も結構出てて、実際に調査みたいな話も出てたんですけれども、なんと阪神が今オフの FA 補強を見送る方針であることが分かったと、まあ、これも球団本部長が説明したということで、はいはい、これ又吉投手も、まあ、他の選手もそうですけど FA 取りに行かないと。阪神はもういいんじゃない。俺ね、阪神は補強はいらないと思う。やっぱスアレスも抜けてしまいましたけど、もういらないですか。まあ、スアレスとか、はい、まあ、誰か一人ぐらいは外国人取ってもいいと思う、うん、はい、でもさ、今年の失敗を考えると、うん、もうやっぱ飽和状態だったんだよね、うん、やっぱこの選手を使うとこの選手が余るとか、この選手を登録するとこの選手が落ちるとか、うん、だからなんかこう選手が余りすぎるというか、はい、うん、いすぎて失敗したという、うん、なんか俺はそんな感じがするんだよね、うん、だからそのやっぱりね、少し足りないかなっていうぐらいで俺はちょうどいいと思うんだよ。逆にそのぐらいの方がいいっていうことですか。その方がチームが危機感を持つ、うん、で緊張感が長く続く、はい、阪神は固定で春先戦えたでしょ、はい、で、まあ、ロハスジュニアとかいろいろ入ってきて途中から、はい、アルカンタラも入ってきて、はい、いろいろこう差し込んで、なんかバランスがだん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 崩れていったと思うんだよね、うん、だから俺はヤクルトみたいに、はい、春先にまあそのコロナの騒動があって、うん、もうなんか一回チームをひっくり返したような状態になってからのスタートだったんだよ、ヤクルトって。それで最後に固定できたって、うん、だから1番、ね、塩見、はい、2番青木って全員が言えると思うんだよ、はい、1番から9番まで、うん、まあ、8番までね、ピッチャー別として、はい、で阪神は最初春先は全員言えたと思うんだよ、はい、1番近本って2番誰々って、うん、でも最後の方は誰が誰やら分からなくなったでしょ。確かになんかそうでしたね、うん、抜けたりとか。だから俺はそれが阪神の最大の失敗であって、はい、やっぱ飽和状態になってるっていうことが、うん、一つやっぱ指揮官を迷わしたなっていうような俺は感じがするんだよ。だからこの球団本部長のコンオフの FA の補強は見送る。もういらない、いらない。あ、現有戦力で戦えるから。戦えないんだったら補強した方がいいと思うけど、はい、戦えるって。あとプラス例えばそのトライアウトだったりとか、はい、その外国人選手新助っ人の獲得をちょっとそっちの方にシフトしていこうかなというふうに考えてるっていうのはどういうふうな見方も。いらないねそれもいらない。いやいや、トライアウトで、はい、あ、この選手は面白いから、うん、まあ、ファームでちょっと置いといて見てみようかとか、うん、はい、将来性を買うんだったらいいけども、将来性っていうのはドラフトで買ってるわけでしょ、うん、でトライアウトっていうのはある程度できてる選手で、そういう選手たちをこう見て取る、ダメだったらまた切るっていうような、もう関心はドラフトちゃんとした選手を取ってるし、だから俺はいらないと思う、はい、トライアウトの方はもういらないんじゃないかと。新助っ人外国人に関してはどうですか、うん、だからスアレスが抜けて、はい、サンズが抜けてるから、はい、どうですか、まあ、それの代わりっていうこともあるけど、うん、俺はいらないと思うよね。サンズはでも痛いと思うよ。いや、そうですよね、まあ、スアレス選手に向けてそこに例えばアルカンタラ投手が回るのか新助っ人の投手が来るのかはまだ定かじゃないですけど、うん、サンズ選手が抜けたっていうのは、うん、これはこれはやっぱりこう5番を任されてたしね、はい、打点の多い選手、まあ、俺はどちらかというと勝負強い、まあ、ホームランっていうよりも勝負強いっていうような、まあ、印象で捉えてたから、
やっぱホームラン打ってくれるよりも勝負どころで打ってくれる選手の方がありがたいしね、うん、だから、まあ、俺はサンズは痛いなって思うよね。そうですね、うん、でそのサンズ選手に対してはその韓国のリーグがまた戻ってきてほしいっていうふうに5年視線送ってると、まあ、韓国で打点を取ってるしね、はい、ってなると、え、12チーム、まあ、11チームになりますけど、サンズ選手は日本球界では必要とされないってことですか？いや、まだ分からんよね。必要されないっていうことはないと思うけど、はい、あ、まあ、そこら辺の調査もおそらく水面下ではしてると思う。あ、じゃあサンズ選手はどっかしらのチーム取った方がいい選手ではあるっていう、あ、いいと思うよ。お、どういうふうにチームに貢献してくれる良さ。いや、それはもう打点だよね。うん、だから、まあ、ジャイアンツなんかでも面白いよねいやジャイアンツは面白いと思う面白い、ジャイアンツでもいいと思う。まあ、西川選手のね、話も出てます、ね、西川もあるけどもう根こそぎ取ったらどうだよ、もう待って、サンズ選手、いや、あのね、はい、阪神はなぜ補強いらないかっていうと、はい、最初春先変えてって選手が入ってきて迷い出して、はい、まだファームにも高山だとか、うん、まあ、井上だとか、はい、優秀な選手って結構残ってんだよね、うん、使わずして、だからそこら辺をやっぱこう、なんていうの、こう新陳代謝をこう測っていった方が俺は阪神とすればスムーズにいくと思う、うん、でも巨人っていうのはやっぱね、変幻自在、形姿を変えながら戦っていくのが巨人だと思う、はいはい、でも阪神は固定じゃなくて終盤固定ができる、まあ、ヤクルトも優勝したのは最初なんかもう2番に中村悠平が打っててみたいな、こう変えながら最後に固定になって、だからチームにとってやっぱちょっと違うんだよね、どういう風な形を持つかっていうのも、はい、で DeNA もどちらかというと形を変えないで固定でいきたいタイプ、でも原監督は形を作らず変幻自在でこういきたいタイプなんだよね、多分。だから人はいるんだよ、はい、形を変えることに、うん、でも阪神は形を変えすぎておかしくなったっていう今年、だから誰かを入れるっていうのは阪神はもういいって、うん、逆に巨人はサンズ入ってくることによっていろんな形を取れるようになると、うん、となってくるとサンズはどういう使い方を巨人でされるようになりますかね、まあ、サンズはだからクリーンアップとか6番とか6番、まあ、打つだろうけど、まあ、サンズ取るか取らないか分かんねえ話してもしょうがないから、ね、でも取ったらお買い得みたいな、いやいや、まあ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 、でも必要な選手になってくるよ ね巨人、あの今シーズン取った外国人が全部全滅というか、そうだね、はい、当たらなかったじゃないですか、そりゃ辛かったと思うよ、そうですよね、辛くてあそこの位置まで入れるわけだからね、うん、っていうことはサンズのようにある程度も分かってる外国人の方がこれいいのかなとか、いや、それはもちろんいいよね、そう、ウィーラーもそうだ、そうですよね、ウィーラーも楽天である程度できてて、うん、はい、取ったらやっぱり巨人でも、ね、やるよね、はい、で阪神でできてなかったかって言ったら、うん、サンズは立派にやってたからさ、はい、だからそういう意味では取る価値はある選手だ、そうですよね、うん、プラスどこのチームにピースはまりそうですか、サンズ選手、まあ、それ中日もそうだよね、中日はやっぱある程度打つけど手にならないという、はい、でまあ、してやそのあそこでホームランは打つ選手はいらない、うん、でホームランを求めるともう崩れていっちゃう、はい、やっぱ勝負強さだと思うんだよね、うん、だから中日は勝負強い外国人を取るって言えばやっぱサンズなんかはすごく重宝できると思うけどね、うん、いいですよね、ビシエドもいるし、うん、サンズもいれば、ただあそこは、まあ、外野レフトに守らすとすればやっぱ守備という面でね、もうあそこの外野手っていうのは、うん、やっぱ3拍子揃ってる選手が3人欲しいんだよね、はい、だからそういう意味で言えば守備がちょっと心もとないけども、はい、守備を目つぶるのか、まあ、バッティングに期待するのか、するのか、どっちにするのか、うん、まあ、そうだね、だからそれを考えると一番ぴったりなのは巨人なんじゃないかって思います。巨人は取ったらいいよ、別に守らなくてもいいパターンもあるもうね、根こそぎ取ったら面白いと思う、もう本当にこうなったらこうなったらそうですよね、いや、いてもうまく使うから原監督は、そうですね、確かにそうなんですよね、うん、いやでもサンズ選手はね、そのまだまだ日本球界でやれるというか、でもまあお金をちゃんと出してくれるんだったら韓国に行きたいんじゃないの、もう一度実績あるもん、そうですよね、韓国で打点を取ってるし、うん、だからそういう意味では、まあ、やりやすいんじゃないのかなとは思うけどね、うん、
いやでもサンズ選手が日本球界に残るのか、それともね、自分サンズのファンなの。いや、そうだよ、なんかえらサンズサンズって言うけど、ないですけど、でもね、そんななんか今年良くなくて、なんか日本球界からいなくなるってわけではないんじゃないかと思ってるので、うん、まあまあサンズの力は出し切れなかったけどね、うん、最後にね。そうですよね、完全燃焼だけどね、はい、他のチームで活躍してるところも見たいなって、まあそうだね、うん、はい、思います。はい、はい、